柿崎末広さんの意思を受け継いだ九年さんがさっきまで豊臣使ってたけどなんか一体だけとか、いややっぱ違いますね。それでは、天の川大龍さん対九年さんの試合ですが、両者ともに先ほどと同じ、大龍さんが、伊達政宗主体のデッキ、さあ九年さんが、豊臣秀吉を主体とした豊臣デッキ、センターモニターの方では天の川大龍さん、視点で、試合の方が、流れていきます。あれ、九年さん一体ぐらい武将が超蹴鞠シュートとかになってたら面白かったんですけどね。あ、登録間違えたとか言ってカードこれ違うけど、さあ加工を決め、武将の配置が、両者ともに武将の配置が終了したようです。それでは準決勝第1回戦、天の川大龍さん対九年さんの試合、まもなく開戦となります。さあまずは両者ともに大槌をセットしてからの、打って突撃、打って突撃、うまく先ほどはうまく決まって結構綺麗な感じになってましたが、大龍さん、さあどういう試合展開をしていくのでしょうか。これで勝てる。さあそれに対して九年さん、うまく俺の負けしのいで安定した試合展開を見せてくれるのでしょうか。まずは、クネさんが、大龍さんに対して大槌一発。さあそれに対し大龍さんもクネさんに対し大槌一発ずつ入ると。攻防戦終了して、九年さんはまずは地上に戻っていって、さあ、九年さんは大龍さんに対し大槌が一発入ると。さあここで、九年さん日輪の突撃術でタッチ突撃ができるようになる。さあここで先ほどまで綺麗に決まっていた、伊達政宗の計略を発動して打ってからのタッチ突撃、さあうまく決めていきたい。さあ手に対応したい、九年さんも日輪ゲージを貯めるために計略を使う。さあここで大龍さんが、九年さんに対し大槌一発。さあ今、そうですね、九年さんが先ほどマジ工場を決めたので、工場軍、大龍さんが一歩負けているという感じですね。九年さんが一歩リードしている。
さあ残りカウント40過ぎたところで、先ほどいい攻めを見せたんですが、クネンさんも逆にいい、防御で一つも白ゲージを減らすことなく高く守った感じですね。変化よ試練せ、この独眼竜にな。さあここで王龍さん、伊達政宗の、軽略を使う。さあここで一つだけに麒麟ゲージを利用して、クネンさんこれを対抗していくと。さあ王龍さんがじわ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 と波を上げて、さあここでクネンさんの黒田長政がやられる。さあそして小口攻め、さあこれが決まるか。さあ内門攻めか兵糧庫攻めか、果たして作戦やいかに。とここで、王龍さんうまく兵糧庫攻めが決まる。さあ、まるで残りカウントが25カウント過ぎて、王龍さんがリード、ここで逆転しました。さあ残り20カウント、クネンさんが小口攻めのチャンス到来。さあさらに追いつかけるかのごとく大筒一発。さあ残り15カウント、クネンさんの右上のところの日輪ゲージはマックスになっている。さあまずは先に小口攻めだ。さあ果たして内門攻めか兵糧庫攻めか、これが決まればまたさらに試合展開が分からなくなる。さあとここでうまく兵糧庫攻めが、私こそが昨年さんの兵糧庫攻めがうまく決まる。さあ残りが13カウント、まだ華やかな天下。先ほどまで1つ2つって遅かったけど今回早かったですね。さあ残りが13カウント、いよいよ大詰め。この独眼竜にな、秀吉対伊達政宗。さあここで大筒が一発くらい、今クネンさんの大筒が王龍さんに一発入ったんですけど、これミリでどっちが今勝ってるのかちょっと、多分ミリで王龍さんが勝ってる感じですかね。さあここでクネンさんが奥義、武力低下の奥義を使い、我が魔術を見よ、奥義と味わえ。王龍さんは牙の動きは遅くなったがうまく耐えれるか。ここまでか。ここで頼みの政宗がやられる。死は覚悟のうちだ。武将が1対2対撤退して、ここで一発クネンさんが逆転。初これで勝てる。ここで工場が決まった。覚悟は決まった。残りカウントが4カウント。さあどうだ、私が削らせ、鼓動が止まる、削らせ。さあここで試合が決まってしまった、勝者はクネンさんとなります。